こんにちは。バックライを目指している途中で、前回はこのアルジェントネーベっていう寒い雪国というか雪景色の場所を抜けてきました。で、次がここ彼方へと通ずセルリアンホールって読むらしいです。水中のなんか機械じゃなくて施設っぽいところですかね。はい、行きましょう。まだまだだ、ちょうど半分ぐらいか。これでね、半分も行ってないな。半分も行ってないけど、はい、合ってました。彼方へと通ずセルリアンホール入りましょう。初の落とし子の像、かわいいな。地図によると、ここは大河の下に通されたトンネルらしい。ここを抜けるのが一番の近道とあるが、なんだってこんなところにトンネルを通したんだ。大河を渡るなら船とか橋とかもっと効率のいい方法もあるだろうに。きっとそうできない理由があるんだよ。あるの、文句多すぎ。文句はそれっぽっちじゃない。こういうルートは選択できる道が少ない。追われる俺たちには都合が悪く、応援中には都合がいいところさ。確かにな、一本道っぽい感じだよね、トンネルなんて。間もなく追っ手が来ると、あるいはもう待ち構えていたりしてな、出口のとこでね。どっちにしたってここでじっとしているわけにはいかないよ。選択できる道が少ないのなら迷ってなんかいられないんだ。よし、行こう。どうなってんだ、可愛くない、見て、タツノオトシゴなんかある。丸ボタンで取っ手をつかみ方向キーを入れると、入力した方向に従ってシリンダーを回転させることができます。あー、それで水の量を調節するとこか。レバーを掴んで回せばいいのかな。さて、どっちに回そう。これちなみにさ、落ちちゃダメってこと。ダメなんだ。なんとかしなきゃいけないんだ。ダメみたいでさ、あれ深いんだね。回しますか。あ、こういうことか。頑張れ、柔道。どっちに回せばいいんだろう。適当に回している。あ、来た。おお、すごい。こういう仕掛けがあるとこか。あ、見える、あそこに。これも回せられる。なんだあれ。ここにいいもの埋めておきますよ。あ、ありがとう。あ、マリットとかか。アーム攻撃が、あ、そっか。誤作動を起こす、課税弱点、クリアチャイム持ってる。盗みたい。爆弾仕掛けてたよね。あの、ここじゃないか。あ、ここにいいもの埋めておきますよ。そっか、ちょっと踏んでみたい気もしなくもないな。ちょっと踏んでみたい。ダメ出しですかね。ダメ出しです。盗まに倒しちゃった。面白い。ここの敵が喋るわ。めっちゃ仲良くなれそうだよね。あんだけさ、流暢に喋るんならさ、モンスターと仲良くなれんじゃないかって思うんだけど。あっちが飛ばしていくよ。向こうにも、あっちにもあるか。あっちが先行きそうだから、右の方回せばいいのか。どっち、こっちにも回せられる。あ、意味ないですか、こっち逆向きかな。あ、おお、これ向こうにも行けそう。飛ばしていくよ。この奥か。あべ。
からやらなきゃいけないのこれ。マジかよ。よし。よしよしよし。どっかな。この辺からか。下に見えるのあれですね。危険なやつだ。誰がいいんだろう。トイトイトイ。おお。よっしゃ。宝箱がある。あ、エクストラチャレンジだ。イエーイ。またマリットだ。見ててくれ、俺の活躍。もうやめてください。あそこ爆弾だ。一回ちょっと盗んでみよう。アイテムスティール。オッケー。風車か。気になるな。あれ敵もさ。敵も踏んだら。爆発するのかな。どうなんだろう。勝負の決め手は腕力だけじゃねえ。やられた。やられた。機械の使用はお控えください。かわいい。地属性向こうか。あーかわいいな。きっとそこなら。あ、逃げ上がった。逃げちゃったよ。面白いなぁ。よし。クリアチャイム。あ、持ってた方がいい？状態条件のあって全然つけてないんだよね。混乱かぁ。してくるやついたら誰かにつけてもいいかもね。あ、マンカスガーブ。ローグが。魔法防御が上がる。魔力が上がる。まあ、いっか、これで。よし。下にもあるかな。向こうにもあったよね。見えない。結構、隙間があった、ここ。怖っ。マリットばっかり出てくる。いけるか。誤作動。やられた。やられた。どっちを向いてもどこまで行ってもかわいいな。よし。あるあるある。この辺だ。よし、飛ばしていくよ。ほい、おしまい。何これ。ねえ、見ているだけで震えが来るね。またじゃあここに後で来ましょう。後でというかその時が来たら来ましょう。目立つなここのあれ。ボス？あれー、ブリューナク？いや、てか、それ。って違うよ。なんでオンネオンさ、そうそう、おっかないのは俺じゃなくて、こっちだ。何やってんだ、おいおいおい。ガウ。
再開早かったな。なんだこれ。どうしてあのおっさんの尻拭いをしなければならないんだ。まこと言うなって。困っているんだから当たり前だろ。普段誰かの世話になっているやつほど誰かを世話するときに不平を口にする。俺のことかよ。一般論を言ったに過ぎないのだがな。笑っている場合じゃないみたいです。狙いは完全にこっちへと変わってしまいました。シャンバフォック。睡眠、あ、なんだかと。クラハケンなんだこれ。なんだあの形は。水活性弱点なし。アミューズの守り持ってる。いただきますかね。じゃあレイブーストして。出番というより見せ場だ。なんだ今の攻撃は。なんだあれ、真ん中から動かないか。あいつスローダウン、どういう攻撃なんだあいつ。アイテムスティール、アイテムスティール、こんなの持ってんだ。イエーイ。普通の攻撃、ほい、あ、行くね。ユリ寝てた。じゃあ毒、友人じゃない毒。あ、そうだ、それを吸えるんだよね、これ HP 回復めっちゃいいな。あいつ動くかな。なんかループさせたよね。毒めっちゃ効く。毒を睡眠になっちゃった。頑張ってみますか。シャットアウトしてみるか。なんのあのアタック、謎の次元アタックなんだけど。謎だな。ヒール、あるの。フラザイルもつけとく。飛ばすぜ。毒でだいぶダメージ稼げてる気がする。戦えか。よし。そこ。ほら。ハイドルプレッシャー。クレバーに行こうぜ。クレバーに行こうぜ。ほら。声出していこう。声出していこうぜ。面白い。ラークエル。これ使う？いや、回復便利だな、あれで回復は。おーい、移動、あれでいきますかね。謎の移動させる。防御、抵抗、出入り禁止、スローダウンが解けてるか。ほい。死ぬんじゃないかあいつ。いやー、みんな睡眠か。もしかしてやばい。あ、眠りさ、今出した。みんな目覚めてくれ。ま、頑張ってみますか。なんか回復した気もするけどな。じゃあミスティックヒルベリーでいっか。こういう使い方だってあるんだ。怖いな、眠らせてやっていくのやばいな。どこ行った？あっち行った。忙しい。反応低下だけいっか。あと押して倒そう。ほら、
というより見せ場だな。おはよう。弾がなくなってしまった。ファントムライン正面から突破する。よし、謎のボスだったな。困った時はお互い様だよね。あ、だいぶでももらえるようになってきた気がする。経験値とか使ってもいいかな。そろそろラッキーカードとかゴブとかからねすぐ盗めるし、レベルはいくつあってもいいですからね。後で売ったりするから。ガウン、そう、ガウンなんでおんねんここに、どうしてここに。どうしても何も川越しようとするならここを使うしかないだろう。まあ予期せぬアクシデントで元来た道を逆走する羽目になるとは思っても見なかったけどよ。戦う術もなく一人旅か。荒事は苦手だって言ったろ。ちなみにうまい飯を食うのは得意だが作るのは大の苦手だったりするらしいよ。そういうわけで吉野に。はあ、だけどそうやっていつも誰かにたかってきたのかよ。結構なゴミ分が凝って、あるのだってあるのだって似たようなものだと思うけど声枯れたわ。うるせえよお子ちゃま。ところで相変わらずバックラインのステースを目指しているのか。うん、なんとか無理なくも振り切れているみたい。そうか、もしも連中が後ろからではなく行く手に待ち構えているとするなら、それでもお前はバックライン目指すのか。うん、そうする他にユーリーを安全なところに連れて行く方法を知らないんだ。だから多分前を目指すことやめないと思う。まるで子供のくせに点で子供っぽくないこと言いやがる。いや、そのひたむきなところ、子供の自分なら誰もが持っていた勢いなのかもな。お、いいぜ、俺もしばらく付き合おう。本当にいいの。いや、ほんと言うとな、この先一人では越えられそうにもなくてね。こっちも助かったと思ってたり思ってなかったりなんだが、結局そういうオチかよ。まあそんなところだろう。ここは一つ一緒に楽しくやろうや。ただし荒事は勘弁な。たく、悩みの薄そうな連中ってばよ。はぁ、またガウンが一緒で嬉しいなぁ。で、ツボツボ、あ、ボロボロが一個。ん？これもなんか火を移すんか。向こうも細いパイプから水が流れ出してる。濡れないように気をつけなきゃね。渡れないのかな、そのまま。あ、いけるけど。あ、あそこに飛ばさなきゃいけないんだ。これは奥のさ、あれ？ここか。はいはいはい。水が出てるから気をつけろよと。そういうわけか。よっしゃ。よし、いついた。投げればいいかな。お、置く。あった。投げなきゃダメか。距離難しくない？はい。ついた。よかったー。よし。あんなに簡単に火つけられるなら、そのまま近く寄って火つけてくれればいいのに。ほい。よし。
ね。あ、なんかすごいなこれ。エレベーター動かす機械だね。エレベーター。おお。すげえ。わあすごいなー。これこういう水族館いいですよね。本当に川の下に道があるなんて。どうだ？な？大したもんだろ？俺にはおっさんが威張る理由がよくわからないのだが。いいではないか。いい加減慣れたらどうだ？そういやあるの、川の下にトンネルを通す理由がわからないって言ってたよね。ああ、どう考えても船や橋の方が簡単でコストもかからないだろうに。船も渡せない、橋も架けられない、そういう事情があるのさ。ほう、いわば川の主のようなモンスターがいてな、渡る船も架かった橋もそいつが片っ端から壊していくらしい。これは壊されないんだ。あれは？え、また敵？なんだあれ。あいつかよ。なんか見たことあるな。なんだっけ。でかいな。どうやらそのよう。多分もっとでっかいあいつが主なんじゃないかな。でかっ。あれはまあしょうがないわな。無理無理。モンスターさんもお腹いっぱいのご様子だ。今のうちに通っちまおうぜ。アナの相手にしてられないって。いやーすごいのろろしてんなここ。でこれ作るのも命がけだったんじゃない？アクセラレーター。何か、なんか動いてるのあるよ。なんだろう、調べられない。魚がちょっと見えるね。エイみたいのがいた。ほらあそこに。水族館気分。すごい、いるいる、泳いでる。いいなここ、観光だ、観光気分だ。あとと、スイッチスイッチスイッチ。あ、おっ、おっしゃった、おっしゃった。あ、来ました。ちょっくら面倒な仕掛けみてえだな。たまには大人のまろやかな解消でも披露するとしますか。あ、二人でやんなきゃいけないのか。手伝ってくれるの。医者から人助けは年に5回と厳命されてるんだわ。ここはまあ仕方ないだろ。なんだそれ。なんで年5回なんだ。ガウン、それ心の病だよ。なんでもいいからさっさと始めよう。お前大人のあしらい方上手いじゃねえか。たくよ。この先にあるスイッチは上に乗るだけでオンになるタイプだが、降りるとオフに切り替わっちまう代物だ。だからお前たちがスイッチに乗っている間に俺が向こうのルートを進んでいこう。ふんふん。そしてガウンがスイッチに乗っている間は僕たちがこっちのルートを進んでいく。ここでもチームプレイだね。面白そうだ。うん、やってみよう。ちょっと待って、よくわかってない私。話が早いじゃねえか。なら段取りもサクサクいくぜ。進行右に向かって一直線。だが所々の床が抜けている。足場を出現させるのはやっぱりスイッチだ。右に向かってでも行けばいいのか。スイッチをオンにしても時間が経てばオフになったりして。ご明察。先の先が読めてきたってことは旅慣れてきた証だ。どういうつもりか知らないけど、僕たちの訪れる先にはそういう仕掛けが多くてね。本当だね。あれじゃあそこを行き来する人もきっと不便だと思うんだけどな。
ぼやいてる暇があるなら始めちまおうぜ。こっちは一人で心細いんだ。ふむふむ。あちゃん、あ、はいはいはい。はい。はい。しょい。おお。おお。あ、そうだ。あれ、これ同時じゃなきゃダメ？そっちとそっち、こっちとそっち、スイッチを同時に踏み込むんだ。しくじる。オッケー。行くぜータイミングちょっと合わせるだけでいい。少しくらいずれても大丈夫だ。うわーっと思い切っていけ。はい、頼むぜ。おい、ちょーおい、1、2、5、しょい、おい、合わせるよ。ほーら、よし。合わねえな。ガウンの声聞けんのはいいんだけどな。少しくらいずれてもいいと言ったが、いくらなんでもずれすぎじゃねえか。もう一回いくぞ、声出していくぞ。オッケーオッケー。1、2、5、うん、あれ、せーの、いついつい、はい、ちょっと待って、せーの、ジャンプ、ほう、あ、ちょっとちょっと、いたいた、しかしほんと難儀な仕掛けだよな。一体何のつもりなんだか。これまだあるんじゃないか、こんな仕掛け多分。あ、うえ、落ちちゃった。これやり直すか。どっから。あ、もう開いてる、よかった。泳ぐのは苦手なのに。こっち行けないか。ジェド泳ぐの苦手なんだってよ。あー、びっくりした。あ、べべべ、隙間落ちるんかい。隙間落ちるんかい。あれは隙間かい。よいしょ。あー、よかった、いけた、いけた。なんもないな。ここもか、もしかして。これはもしかしてそうじゃないか。迷う。またこの仕掛け？またって思うのはこっちの方だぜ。俺も若くねえんだから全身全霊で走らせるなよな。ガウン、いい機会だからタバコやめたら？ん？あ、口に加えたこいつのことか？こいつは乾燥うどんの一種だ。え？うどんってのはだな、タンパク質が豊富で消化吸収に優れている。つまりそれだけエネルギーに変わるのが。ってあれ？うどんのミラクル信じてないのか？信じてないのはミラクルの一つ前だよ。なんだよ乾燥うどんってさ。まあなんだ、あれだ、大人になったら教えてやるさ。じゃあさっきと同じ要領で始めるとしますか。オッケー。さて、どこ行ける。ほいよー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 、ジャンプ、いけた。またこれ同時か。またやるのかって顔してやがる。しょうがねえだろ、俺だって好きで飛び跳ねてるんじゃねえぞ。はい、せーの、せーの。せーの、ジャンプ。あれ、できなかった、すいません。ちょっと今無理で合わせらんない。合わせます。はい、やった。息が合わない。頼むぜ。オッケーオッケー。あー、やった。合わせるよ。はい、よし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 、いけたいけた。はあ、まさかトイレのドアまで難儀な仕掛けで塞がれているとしたら、まあ考えすぎだと思うけどよ。いや、楽しいな、ガウンのいいな。あ、なんか解かなかった。
くなった。ミミックでした。レベルアップでいただきます。アイテムスティール、よっしゃ。弱点ってなんだっけ、もう忘れちゃうよ。非弱点、水にいるのまずいな。ジャンプしちゃうか。ピョン。さあ、かっこよくいくぜ。よし、ブラスト。ファイナルアタックかと思った。目をそらすことです。フェイタルアタックね。倒せるだろう。これを使えばいけますか。まだか。諦めてなんかない。あ、瀕死時 MP 回復いいね。544だよ。次楽園でもいるし戦っちゃおうぜ。ほら、よかった。よし、ドッグチェーンか。ありがとうございます。じゃあ、もうちょっと進められるか。またここだ。はい、すごいな、これ作ったって。エイいないかな。大きい魚がいるぞ。変換としないな、全然。敵に会いたいんだがついちゃったよ。また僕の全速力。またですか、これもしかして。3回目。こいつはさっきとまるで同じ要領じゃちょっと超えられそうもないかもな。なんでわかるの。三段落ちというやつだ。もはや古典芸能の域にあると言っても過言ではない。心配するな、落ちがないようだったら俺が力ずくでつけてやる。おい。そんなところに潤い持たせなくてもいいからさ、普通に行こうよ。普通に。だんだんツッコミ慣れてきたな、この成長速度侮れん。お前に合わせてもっと激しくボケ倒してみたいのだが、残念、俺はそんなキャラではない。別に突っ込んでるわけじゃないよ。大違うんって思ってる以上に絡みづらいし。そんな可愛くないことを言うのどの口か。絡んでくれないなら結構、こっちはこっちで勝手に攻略する、そっちはそっちで勝手に合わせろ。それって無理やり絡めってことだろ。言ってることさっきからむちゃくちゃだよ。こういう展開がないとらしくないだろ。ほら、口を動かす前に体を動かすぞ。じゃあ向こうが押すんだ、ボタン。渡れるか、うまく。どっか出てくんだ。そうか。ほい。それ。はいはいはい。それ。はいはいはい。あっ、アクセラレーター必要なのか。もしかして。気を取り直してっと。しょうがねえな、もう少し落ち着いていこうぜ。そっちが濡れる分は構わないからよ。よし。はい、お願いします。はいはいはい、飛ばしていくよ。どこまで来た。あ、できてるできてる。いいねいいねいいね、いけてるよいけてるよ。よし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 、いけたいけた。ごめんね。お前はまだいい、スイッチに向かって飛び跳ねてもそれなりに絵になる年齢だから。確かにな。だが俺は30歳、血も一桁切り捨てだぞ。場合によっちゃ白い目で見られちまうね。まだ30代なのかってことは。マジかよ。もっと上かと思ってたよ、ガウン。そんな俺がやる気になってるんだから、もう少しにこやかに付き合えよな。合わせるよ。オッケー。よいしょ、いいのでした。頼むぜ、おい。頼む、オッケーオッケーオッケー。おいよ。頼むぜ、おい。はい。1、2、5。
はい。合わなすぎるなマジで。合わせるよ。見てからじゃ遅いよ、遅いね。せーの。はい。よし。やっと。あ、大変だった。これっきりと思いたいね、たくよ。ほんとよ。またここだ。飛ばしていくよ。なんかいる？うわ、なんだこれ、なんだこれ。ラハブだ、懐かしい。窓アングラも懐かしい。非弱点、目覚まし時計とミューズの守りか。タコのぶつ切り、あれ強い。出番というより見せ場だ。タコ強いな。ファイヤー、次こっち来るな。ラファブいけるか、倒せるか。よし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 、めっちゃ倒す。風は効く、水が半減か。風はいける。いやータフいなー。よし、あともう一種類出てくるかもしれない。ここなんだこれ。あ、レバーを回す系。あ、開いてないってことか。ほい。よし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 、開いた開いた開いた。いい景色だったなー、ここ。よし。んで、あ、またセーブポイントもあるぞ。レバー回すのと火があるのと、あ、これめっちゃ隙間が少ないね。ここでセーブできてとかできんな。ブレイクもできた。ツボもある。アイテムボックスか、なんだろう。あ、火つけるとこか。オッケー。じゃあここで今日は終わりにして、次回この続きからやっていこうと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。うん、ありがとう。